今回の仕事は先日から失踪しているフラテルド、ピア・アーネスト組の捜索だ。何の連絡もないまま消息を絶つということは、二人の身に何かあったと考えるのが自然だが、数時間前、ミラノのドゥオーモ大聖堂で彼らを目撃したという情報が入った。直接の面識がない後者外部からの情報なので誤認の可能性もあるが、現状では唯一の手がかりだ。とはいえ、一口にミラノと言っても道は狭いが街は広い。そこで僕らも捜索に協力するように要請が来たというわけだ。ヘンリエッタ、聞こえるかい？カメラのスイッチを入れてくれないか？はい、ジョゼさん。ああ、よく見える。モニターの調子は良好だ。こっちは今モンテローザ周辺だが、彼らの姿は見当たらないな。そっちはどうだい？はい、こちらも。あの二人、間違いない。待って。大丈夫です。あの人たちは応戦するんだ。ただし二人には当てるな。僕もすぐそちらへ行く。うや
渋滞でそちらへの到着はまだ時間がかかる。持ちこたえられそうか？はい、大丈夫。逃げろ。ヤー！ヘンリエッタ、ヘンリエッタ、大丈夫か？はい、大丈夫です。今の手榴弾、まさか。どうして？二人は動かず、事情が何も把握できていない。生かしてた。はい、ジョゼさん。追跡します。ヘンリエッタ、聞こえるか？はい。今は別動隊が付近でダミーの騒ぎを起こして誘導してくれている。さすがに街中での銃撃戦だ。すぐにカラビニエリが来る。作戦時間は限られるぞ。はい、必ず捕まえます。
やれやれ、そろそろ諦めてくれないかな。ヘンリエッタ、こちらも急いでいてね。アーネスト。いやジョゼ、僕の声が聞こえるのがそんなにおかしいですか。この無線機は後者の支給品ならば、こうして話せることに何の不思議もない。判別の周波数に割り込んできたってことは、無線のコード表まで持ち出したのか。くたばれ。私たちだけ一方的に有利ではフェアじゃないかなと思いまして。共和国派に肩入れするようなやからか、フェアなんて言葉が出るとはな。目的のために手段を選ばないのは後者とでも同じじゃないですか。ここは視界が広い。近くからの攻撃に注意するんだ。くたばれ。分かってるはずでしょ。私たちにとって何が絶対なのか。ピア、あなたが私でもそうするはず。そうでしょ。
だから邪魔をするなら遠慮はしない。ヘンリエッタ、たとえあなたでも。ごめんね、ヘンリエッタ。ピア、行くぞ。はい。待て、無理に追うな。今はこの場の制圧を優先するんだ。跳ね返してやれ。当たらねえよ。
ヘンリエッタ、すぐにその場を離れるんだ。当初の予定ポイントで合流しよう。待ってください、ジョゼさん。まだ逃げた二人が。別動隊のかく乱ももう限界だ。カラビニエリに見られる前に姿を消すんだ。はい、わかりました。こうして私は二人を取り逃がしてしまいました。二人は捜査網をかいくぐり、消息は不明のままです。襲ってきた連中のうち捕まえたのは物言わぬムクロだけ。二人との関係は依然不明のままだ。連中の身元確認からやはり共和国派の一派であることだけは分かったが、結局どうして二人が校舎を脱走したのかはわからないままだそうです。ロレンツォ課長は条件付けの対応を嫌ったアーネストがピアを連れ出したのではと言ってたが、もしそれが本当ならその気持ちは僕にもわからないではない。しかしどんな理由があるにせよ、それが重大な背任行為であることは事実だ。彼らは指名手配のリストに載ってしまった。指名手配、それは生死を問わず回収せよという事実上の抹殺命令だそうです。私もまたピアと戦う時が来るのでしょうか。ピアはピアの信じるアーネストさんのため、私は私の信じるジョゼさんのため。その道がお互いの信じる人を遮るというのなら戦うしかない。それが私たちの存在理由だから。